今日のお父さん、なんか怖い。ああ、そう。あいつどうしたの。説明してもらおう。今日6時からオーディションあったんだよ。オーディション？何の？劇団。劇団？劇団著名塾、どうせ俺知らないだろ。著名塾？牧大先生のとこだろ。さすがおじさん、よく知ってんね。なんでお前が劇団のオーディションを受けるんだよ。決まってんだろ、役者になりたいからだよ。お前が？初めて聞いた。俺役者になるから、もう決めたんだ。いつ決めたんだ？ずっと前からだよ。劇団の養成所いろいろ当たってみて、で著名塾が一番自分に向いてると思って、で、まあ、先月一次審査受けたら10人の中に残ってて、今日が二次審査。大学は1年前から行ってないよ。私なんだか脳が死んできたみたい。田之倉さん、しっかりしなさい、しっかりしなさい、座りなさい、大丈夫、座りなさい、しっかりしなさい。大丈夫。やめたのか大学。やめた。聞いてない。やめました。ああ、早稲田の小学部出たって役者の世界じゃ何の意味もないんだよ。お前に役者の才能はあるのか？そんなの分かんないよ。才能がなかったらどうするんだよ。知らないけど自分信じるしかないだろ。とりあえず一次審査受かったってことは牧大先生は認めてくれたんだし。なんだその牧大っていうのは。よし、分かった。それじゃあ今から俺がオーディションやってる。どういうこと？言ってなかったか、俺昔役者やってたんだよ。おじさんが？そうなんですか？子役だけどね。中学生日記にも2回出たことがある。その時演技のことは大体覚えた。お前に才能があるかどうかここで見てやる。え、ここで？ここでだよ。いや、人生は全て舞台だよ。じゃあほら皆さん座りましょう。難しいよ。わけわかんないこと言ってんだこの人は。いいか、さあさあさあ、ちょっとこのピンクだな。おじいちゃんはターザンなんか読んでないで、ほら面白いことが始まりますよ。オーディションでやる予定のあるだろう。それやれな。お前の気持ちができたところからでいいよな。いつでもいいぞ。スタート。おう、何言ってんだてめえ。殺されてえのか。冗談じゃねえよ。そんなこと言ってんじゃねえんだよ。ブツはブツはどこやったよ。バーッバーッ。よし、いいぞ。なんだてめえ、ぴったりよ。てめえ、俺を殺しに来たのか。面白えじゃねえか。下がってろ。エドリアン。てめえ、ビクトリア。やれるもんだな、やってみろ。死にたくねえよ、死にたくねえよ。っていう、まあこんな感じです。キャッ。合格。本番中だ。男だ。いいか、芝居的にはまだまだなんだよ。技術的にはな、はい、でも集中力があった、はい、役者で一番大事なのは集中力だからな、はい、ありがとうございます。いい役者になるよ。何が合格だ。私は認めない。素人は分かんねえ。いいか、まあ、まだ絶対チャンスあるから、はい、今日はダメだけどさ、頑張ります。うん、あとね、はい、ピストルで撃たれ、ピストルだらね。いや、あれはナイフ。あれナイフなのか。はい、ナイフで行こう。